ニュースポストセブンです。今年も元気にお届けします。深夜まで盛り上がったようです。31回目の誕生日当日の高畑充希さんをキャッチしました。12月14日の夜、行きつけの飲食店に入っていった高畑さん。芸能関係者によると10人ほどの男女が集まって高畑さんの誕生日パーティーが開かれていました。かなり盛り上がって24時を回ってもまだまだ続いていましたとのこと。高畑さんが店を出たのは深夜2時ごろ。パーティーは5時間超に及びましたが、疲労の色を見せることはなく帰路に着いたようです。ニュースポストセブン。